どうも皆さん、ヒカキンお越しの TV です。今回はこちら、ニャのですね、セカンドシングル、もっと高く、こちらのですね、開封の理と、視聴の感想についてお話ししたいと思います。ね、これ、ニャのね、セカンドシングルってことで、なんでアニメ主題歌、岩かけるだったかな、の、主題歌ということで、ね、こちらちょっとね、開封していきたいですね。はい、で、ここに書いてあるとちょっと見にくいんですけども、これ、応募として、50名様限定で、50名限定でニャとまあ、オンラインで話せると。で、200名限定で、ニャのまあ、サイン会で、ニャの待ち受けデータかが当たるということで、まあ、自分は、ニャと話したいんで、オンライン、てか、直接会いに行っちゃおうかなと思います。もう、こういう当選とか、ね、落選とか関係なしに、ちょっとね、ニャを守んなきゃいけないんで、ニャに直接会いに行こうかと思います。はい、で、裏が、こんな感じですね。あ、ニャ、かわいいね。ニャ、ね、かわいい。ちょっと早速、ね、開けちゃいますか。じゃらじゃらーって。じゃ開けてね。はい、で、特に、帯はね、帯は、ちょっとアクアとラブライブと違って、まあ、タイトルが書いてあるだけですね。うん、特にここは、何も面白みがないって感じですね。で、こういう風になりますと。で、これを開く前にですね、まずですね、自分またもや、新宿のアニメートで買ってきたんで、まず、特典ですね。特典はまず、ブロマイドかな？はい、こちらのブロマイドと、次、こちらの、ブロマイド。あ、複製でサインが書いてありますね。うん、なんか書いてありますね。はい、かわいい。で、あと、この缶バッジかな？缶バッジ。これもらいましたね。このね、チュッてやってと、ね、これと、あとね、なんだっけな、これ、特典じゃなくて、あれ、ほら、くじでね、まあ、3等だったからね、これだったらね、1等とか、やっぱな、ポスターかな、わかんないけど、なんかサインとかあったり、そう、もうサインないポスターだったり、俺、まあ、3等だったから、このちっちゃいやつしかもらえてないんだけど、まあ、外れがないんで、まあ、もらえてよかったなーって感じですかね。で、じゃあちょっと、これを踏まえて、ちょっと、CD の中に紹介していきますか。よし。中身が、こういう感じです。じゃじゃーん。じゃーん。おっと。あ、これこうなってんだ。あ、てか、にゃんにゃんやん。これがこうなってんのか。はい、こうなってますね。うわ、なんか、水色、青と赤で、すごい。こっちがこうなってる感じか。にゃがちょっと反対だな。こっちのね、よいしょ。にゃんが書いてある方が、これは、もっと高くのミュージックビデオだね。そう、ブルーレイになってます。こんな感じになってますと。で、それで、じゃあ歌詞カード見ていきますか。多分歌詞カードにね、その、シリアルとか載ってると思う。あった、ありました。そうですね、シリアルは見せられないんですけども、ね。これが、こんな感じですね。こういう感じで応募できるんで、ね、ちょっとね、早速、パパーつって、ちょっと応募していきたいと思います。ね。まあ、みんなでもどうせ、あれか、オンラインのやっぱトークなのかな。そう、A コース50名オンライントーク。12月19日の土曜日なんだね。13時から14時半の間のいずれか、30秒ぐらいなのかな。なんか他の、2時とか他のオンラインのトーク会か。あ、でも、オンライントーク会では、ニャと1対1でビデオ通話だから、まあ、30秒ぐらい。これも1秒とかだったらさ、え？わってなるから、まあ、30秒か。そうだね。50人だから。うん、そうだね。1分。2人で1分だもんね。まあ、でももっとかかるか。そんなすぐ切り替えられねえもんな。うん。まあ、そうだ。結構かかるよな。で、アイニャとオンラインサイン会。これは、オンライントークが終わってからだね。どちらにせよ12月19日に、まあ、どっかの、まあ、部屋でやるってことで、ちょっともうそこに会いに行っちゃおうかなって、ね、オンライントークなんてさ、意味ないじゃん。やっぱ、生身を感じなきゃダメだから、ニャの生身を感じるためにちょっと会いに行こうかと思います。なんとかね、探し出して、なんか GPS とかいろいろ使って、ね。あ、てか普通に見せちゃった。あ、別に見せていいか。どうせ、これ公表してるときは俺も応募した後だし、どうせ多分、あ、期限、まあ、過ぎてると思うから、別にいいや、見せても。
で、応募して全員サービスでマッチ受けていたっていう感じですね。はい、そんな感じです。で、中身は、こういう感じか。はい、はい、かわいいにゃ。はい、かわいい。赤いね。で、歌詞がこう書いてある。あ、こういう感じですね。はい、にゃ、にゃ、かわいいですね。まあ、こんな感じになってますね。はい。ってことで、この後ですね、にゃの CD、曲名何だっけな。曲名。もっと高くと、これ、ココーンでいいのかな？俺よく読み方わかんないけど、あとハピネスか。で、それの3曲と、あとミュージックビデオの感想も、話していきたいと思います。はい、ということで、今ですね、ニャの、まあ、歌と、あとですね、ミュージックビデオとかですね、見終わりました。で、こちらですね。ではですね、まず、もっと高くから感想いっていきますか。うん、シンプルに。いや、シンプルにニャはね、シンプルにね、ほんと、水瀬いのり路線、水木奈々路線、もう曲調がね、もう売れ線。ほんとね、売れ線。ね、まあ、光の歌もそうだし、ファーストシングルもそうで、今回のシングルもそうだけど、売れ線なんだよね。アップテンポの曲であれ、バラードであれ、やっぱ、いいんだよ、来るんだよね。ちょっとね、まあ、水木奈々みたいな歌い方もそうだけど、でもどっちかっていうと、水瀬いのり路線にもなんか若さもあるし、あ、でも、キングレコードみたいな感じなんだよね、正直。いや、シンプルにもっと高くはいい曲だし、上線でしたと、いう感じですね。2曲目、これさ、俺さ、ココーンって言うんだけど、じゃあ、ココーンなんだね。ココーン、初めて知ったよ。ココーンって言うんだね。で、このココーンに関しては、マジで水木だな。にゃはやっぱね、1曲ね、どこかしら必ず水木だながあるんだよ。ファーストアルバムも、ファーストシングル、このセカンドシングルも。で、今回はこのコクーンが水木奈々だったね。絶対入ってる。うん。あ、歌詞とかもちょっとなんかそれに似せてるもん。てか、あれ、エレメンツガーデン。水木奈々、エレメンツガーデンみたいな。もう、にゃ、それだもん。だって、絶対意識してるでしょ、どっか。どこか意識してなきゃこの曲にはなんないから。うん。っていうのがあるかな。で、3曲目、ハピネス。ハピネスはね、90年代のサウンドだね。90年代のスピードとか、あとちょっと小室チックかな。小室圭じゃないよ。あの、まこちゃんじゃないよ。うん。小室チック、スピード、あの辺の90年代サウンドだね。まあ、総じて、どれもいい。どれもね、売れ線、来る。にゃはやっぱいいな。俺、小宮ありさしんちゃん、ありさしんちゃん、ありさがちこいでだけど、にゃはね、いいよ。だって俺、言っとくけど、ファンクラブ入ったからね。俺ね、にゃのライブ行きたくて、横浜じゃん、ん？あれは、どこだ、パシフィコ横浜か。パシフィコ横浜のライブ行きたくて、わざわざファンクラブ入っても、アリサしか入んないと思ったら、そのライブチケット取るために、入っちゃったもん。それぐらい楽しみだし。で、今度、あのね、宮古プレミアムだって、あの、京都でやるやつと、アニバ大阪。あれ、それアリサで出るから、それも行くんだけど。結構ね、なんだろうな、ニャー売ってんだよね。CD もね、まあ買ってんだよね。なんか、いいんだよね。歌うまいし。で、ミュージックビデオか。ミュージックビデオ、どこだっけ、横浜で撮影したのかな、あの、もう名前忘れちゃった。そう、なんか横浜のね、ところで撮影したんだよ。大三橋、なんかアリーナみたいな、そんなところかな、ドームかな。そういうところで撮影して、なんか、ファーストシングルのミュージックビデオの時は、まあ、山梨だったんだけど、もう霧とか雨がすごくて、もう全然天気悪いのに、このもっと高くの、撮影はもう快晴だったね。もう晴れ晴れ愉快って感じだったね。よかったな、にゃ晴れて、みたいな感じで。いやー、まあ本当はファーストシングルの方が晴れて欲しかったんだろうけどね、この晴れ渡る空の下って、あーって撮る感じだったんだろうけど、うん、セカンドはまあ晴れてよかったなって。で、スタジオで、まあ、撮って、最後、あれで横浜アリーナ、にゃがね、ちょっと念願ちょっとまあ、立ちたいと思ってるところ、なぜかっていうと、アニソングランプリでニャが3位だったね。で、1位のやつだけが、翌年かな、そこに立ってデビューする予定だったんだよ。でもニャは3位でそこに立てなかった。それが悔しい。かれこれ7年間ぐらいうんちゃらかんちゃらっつって、7年越しにソロアーティストデビューしたみたいなことをなんか言ってたのかな。うん、まあ、そんなようなことを言ってたね。そう言ってて、で、そうだね、そう、横張りといえば、まあね、相田さんはね、エピックナイトの時にね、桜内梨子のね、合格発表を打てるっていう。で、ママと抱き合うっていう。まさかエピックナイトの時にね、その、やってる時に来るとはね。で、なんだっけ、
あれが近かったから、なんだっけ、あの、嘘つく日、ゴールデンウィークじゃねえや。エイプリルフールが近かったからって言ったから、多分4月2日の木曜日の横浜アリーナとも、エイプリルフール近いって言ったから、嘘かと思ったって言ったから。何かしら縁あるし、ファースト、アクアのファーストライブも横浜アリーナだしね、それ以来全然やってないけど。でも、今回の年末、アクアあるけど、年末のライブもしかしたら横浜アリーナなのかな。前回のロストワールドは、あの幕張だったんだよ。でも今回幕張は確かフェスで使われるから絶対無理だから、もしかしたらズー沼キラメッセ沼ズー沼、あの展示会のあるあそこの横でやったりとかするのかな、わかんないけどね。まあでもどっかしらまた大きい会場借りたいのかな、もしくは沼津の市民館、まあそんなに絶対ないと思うけど、まあ、ちょっと話それだけど、まあ、ね、横浜アリーナね、最後ニャがね、あの普通に何も音ない状態でもう歌うっていうね。いや、ニャはやっぱいい歌声だね。横浜アリーナのど真ん中にニャがね、もうほんと高くだっけ、なんかそんな感じの歌詞か、歌ってて、あ、やっぱニャいいな、みたいな。で、ニャが短い、ニャが変えたくない、今まあ、プリャーみたいなこと言ってたね。うん。いやー、もっと高くもよかった。うん。で、さっきね、曲聴いてる間にね、ちょっとあの、オンラインの投稿を応募したから。うん、まあ、別に外れても俺現地行くからいいんだけど、ニャー会いに現地行くからいいんだけどね。当たっても外れても。ね、ニャー、ね、俺行くからな、しますね。って感じですかね。うん。ということで皆さんもね、まあ多分これ動画出してるときはもう応募は終わってるんですけども、これ買ってね、ニャーのライブとかもあるんで、ね、まあ、ファンクラブ選考、ファンクラブ入れなくても一般多分あると思うんで、それでなんとかね、ニャーのライブ行ってね、うん、みんなもね、どうせみんなロリコンしよう。ね。で、あ、ニャが言ってた。ね、早く、もう帰りたくないよ、みたいな。でもまたここに来れるということで、って言ってたんで、私もね、力尽きて頑張るビーすんで、って言ったんで。ってことは、ね、今これ見てるキモータ、てめえらがニャを、横浜アリーナに、連れて行かせるんだよ。連れてってあげるんだよ、みたいな。あ、PV 始まっちゃった。PV 始まっちゃった、いきなり。もっと高く手を伸ばしてみたい、目いっぱいこの道信じてたどり着くまで。そう、これ生歌で歌ってたんだよ、もっと高く。今 PV 流れちゃったしね。ってことでね、まあここまでにしたいと思いますね。皆さんもね、これ見てる肝田の皆さんもね、ニャを応援してニャを横浜アリーナに連れて行って、それで、みんなでニャを楽しみましょう。